ワンゴール夢をお届けプロジェクトということで始めていこうと思うんですけれども、今回はですね、アウェイ両方ともですね、アウェイの、2試合のゴールを振り返って、そして行き先を決めていっていただこうと思うんですけれども、アウェイの熊本戦、あのサポーターの皆さんのあの景色、アウェイにもかかわらずすごい数のサポーターの方々がね、あのアウェイのゴール裏、熊本のホームのゴール裏を埋め尽くしてくださって、ものすごい、僕鹿児島からダゾンで見てましたけど、あの感動して、鹿児島もこれだけ大きく成長したのかと思わせてもらえるような素晴らしい、景色を見させてもらいました。サポーターの皆さんありがとうございました。そしてその景色にね、あの感化されるかがごとく選手たちが 0-2 からね、素晴らしいあの活躍で追いつくというね、劇的な試合を見せていただきましたけれども、その試合のですね、ゴールを決めた、ムドカ・チャールズ選手と、もう一人が星選手、途中から出てきてね、いつも右サイドバックしている星選手がなんと左サイドバックへ出てきて、どうしたって思いきや、あの左サイドからクロス気味のシュートでそのままゴールを決めるという、素晴らしい展開ですけれども、実際本人は右サイドバックをやっているのに左サイドバックへ出てきて、どんな心境だったのかっていうところもちょっと気になるので聞いていければなっていう。まあ、宇都川選手はね、あのゴールの振り返りって言っても多分多くは語ってくれないと思うんで、あのゴールの振り返りの前のフリートークをちょっと楽しんでいこうかなと、思っております。そして、熊本戦の次、藤枝戦ですね。藤枝戦のゴールを決めてくれた野崎裕也選手、なんかね、こう同点ゴール男って言ったらちょっと失礼になるかもしれないですけど、なんかそんなイメージを匂わせる、だからなんか覚えてるんですよね、劇的同点ゴールが多いので。で、北九州戦もそうだったと思うんですけど、まあ、そういったところも含めて、藤枝戦同点ゴールを決めてくれた、野崎裕也選手にも、しっかりインタビューしていきたいと思うので、結構最近喋れるようになったので、聞いていければと思います。それでは、あ、そういえばですね、一つ言い忘れてました、あの株式会社アルナ様のボールなんですけれども、あの50球ね、あの贈呈いただいたんですけれども、見事あの配り終えました。そして、ただいまゲストが到着いたしました。こちらの方です。こんにちは、星さんです。よろしくお願いします。どうしたんですか、星さん。何ですか。疲れてません。疲れてます。いや、暑いっす、めちゃくちゃ。あ、今日ね、あの7月を迎えて、はい、暑さが尋常じゃないですもんね。やばいっす、昨日からやばいっす。でも僕もっとやばいっす、もうこの気温より多分暑い男なんで。ああ。そうですか。はい、じゃあ星さん、あのゴールの振り返りもなんですけど、はい、星さんあんまり多く語らないんで、ちょっとだけちょっと話聞きたいんですけど、はい、あの、まあ、子供さん生まれて、今こうパパとしてなんか家でハマってることとかあるんですか。ハマってることですか。でも子供が自分が やること、子供に対してこれはやってますよっていう。でも遊んであげてます。遊ぶ。はい。おむつの交換はします。おする。します。お風呂入れたりはおします。おする。します。え、すごいじゃん、イクメンじゃん。協力的ですよ。え、ご飯こう離乳食あげたりとか。あ、しますよ。おする。まあ、でも普通に食べますよ。あんま一緒に食べるか。はい。でもすごい、あげてます。え、パパとママだったらこう2人が手伸ばしたらどっちに行きそうですか。ママっす。あ、まあそこはママなんですね。悔しいっすか。さすがに勝てないっす。悔しいっすか。いや、しょうがないっす。しょうがないっす。最近ハマってることは。最近ハマってることっすか。でもやっぱ子供っすね。あ、やっぱりそうなりますよね。はい。休みもどっちかといったら、まあ、子供中心で動物園行ったりとか。あ、ほんと、まさに今動物ハマってます。動物園。はい、動物園。じゃあぜひうちに来てください今度。どういうことですか。動物園なんですか。いや、動物園じゃない、失礼なこと言わなかった。確かに子供5人いて動物園みたいですけど、あの動物の絵本とか、あ、 お兄ちゃんお姉ちゃんが動物めちゃくちゃ詳しいんで、いろいろあの5人のお姉ちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃんに揉まれれば、はい、よりいい経験になるかと。お願いします。はい、ぜひ呼んでください。もう夏なんで、はい、バーベキューでもしながら。いいですか。はい、娘さんのちょっとあの発育じゃないですか。失礼しました。よくない発言する。成長にね、はい、成長にあの貢献できればなと。はい、やじすごいね。お前なんだよな、帰れ。やってるよ。クロスだろうよ。クロスっすよ。入れば1点っす。入れば。すごいいじりが愛されてますね。1点だ。ありがとう。終わりよ。一番正直助かった、ね、ありがとう。広瀬選手、この選手は何もやって見てると。助かったよ。しっかりやれよ、やるなら。やってるよ。すみません、はい、暑い中ありがとうございます。じゃあゴールの方ちょっと振り返っていこうと思うんですけど、はい、まあ、あのいつもね右サイドバックっていうイメージがある中で、はい、まあ、左サイドバックで出たじゃないですか。そうですね。あれちょっと迷いというか、えって思わなかったんです
や、まあ初めてやったんで、こっち来て練習でやってたりしたの？でもやってなくて、やってなくてね、多分やってなかった。もうだから試合の流れ的に、そうっすね、星左に行ってくれみたいな。そうっす、あ、左なんだ。でもまあ左、今まで結構やってたんで。あ、過去に。はい。あ、なるほど。そんなに違和感はなかった。へぇ、そうなんですね。で、出て、はい、で、あのクロスのシーンが来るじゃないですか、問題の。今、はい、問題のじゃないか、問題の劇的な、はい、あれどうでした？そうですね、まあ上げるところは狙い通りだったんですけど、はい、まあ、ゴール入るところまでそこまで考えてなかったんですけど、まあ翔太がうまく潰れてくれて。なるほどね。ちょっとラッキーでしたけど、まあ1点は1点で。なるほど。で、ゴールに吸い込まれて、あの決まった瞬間、もう早く引いて帰れと、はい、チャーリーが来てくれるの持っていきましたね、箱を。え、じゃああの決まった瞬間の感情だけちょっと教えてください。いや、嬉しかったより、まあとりあえず追いついたっていうのは気持ちがあって、もう一点取んなきゃっていう、そういう気持ちが。ホッサン今喋ってんだよ。愛されてますね。喋ってんだよ。めっちゃ喋ってるけどみんな絡んでくる。チブさんだけスーッて行きましたけど、チブさんと仲悪いですか？いやありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、仲いいよって。ありがとう、ありがとう。やっぱ同点だからまだだと。そうですね、その気持ちが強かったですね。あーね、会場すごかったですよ、盛り上がりが。そうですね、ほんと、はい、めっちゃすごかったです。ありがたいですね、はい、ほんとサポーターの力になったんですけど。ここ島、上手に一番。いやいや、もうこれからね、あの勝ちを期待しますから。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。そして、じゃああのこれから抽選をやっていこうと思うんですけれども、はい、ちょっといいですか？あれ、ワンゴール夢をお届けプロジェクトとは、リーグ戦でゴールが決まるとワンゴールにつき株式会社アルナ様ご提供の呼吸のサッカーボールを選手が抽選で当てた鹿児島県内の小学校または施設に寄贈させていただくという夢プロジェクトです。え、ダーツやりたかったですか？やりたかった。ちょ、ダーツより話をちょっと長く聞こうと思って、はい、変わったんですけど、これあなたの母校に届けますも入ってますから。マジっすか？さつまや、それ欲しい。さつまげ、すいません。いや、ちょっとチャーリーさん違いますね。さあ、それでは抽選、はい、お願いします。お、出ました、鹿屋市立、はい、大黒小学校。大黒小学校、おめでとうございます。すごい、大黒小学校の皆さん、鹿屋市立、今こう結構ばらけて出てますね、ちゃんと。離島だったり、はい、鹿屋だったり鹿児島市内だったり。いや、ありがとうございます。じゃあその子たちに向けてメッセージを一言だけもらっていいですか、最後に。はい、あっちのカメラにお願いします。たくさんボールで遊んで元気に育ってください。ありがとうございます。すごいですね、もう大きくなって元気に育ってください。すごい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、星選手でした。ありがとうございます。星選手がでもこれで語ってくれることあんまりないですからね、かなりレアですよ。そしてさっきちょっとチラッとやってきましたけど、僕はちょっと最近髪型真似してる選手が来てくれました。あっさあっさあっさ。え、チャーリー選手です、よろしくお願いします。お願いします。似てません、髪の髪型。マジでちょっと一緒にし、一緒ではないです。いや、一緒にしないでっていつもやるんですけど。え、チャーリーさん、はい、待ってました。熊本戦のゴールの振り返りなんですけど、はい、結構前で忘れちゃいました。結構前で忘れちゃいました。確かにね。そうっす、この撮影がちょっと遅くなってしまったから、はい、まあそれは後からちょっと振り返るとして、はい、ちょっとあのプライベートが謎だっていう結構噂が出てて。謎？うん、他の選手とかこう SNS とかで、はい、なんかどこにご飯食べてるとかいろんな情報を得られるけど、はい、チャーさんだけは誰もなんかどこに生息してるか見つけられないぞみたいな。探してほしいっす。え、探してほしいっす。探してほしい。え、どこに、ヒントください。基本休みの日とか、ああ、何、サッカー以外の時間何してるか。大体鹿児島県います。鹿児島県、まあそうでしょうね。そうそう、ね、まあそうでしょうね。でかいっすね。僕もいます。もっと、もっと範囲、もっと狭くしてもらうと鹿児島市にいますでしょうね、はい、はい、そうなると思います、はい、もうちょっと狭くすると、あ、こっから秘密です。多分これ以上死を知らないじゃないですか、ね、でしょう。こっから小さくできないですもん。え、なんでゲーム好き？いや、ゲーム好きじゃないです。本は読むの？あ、読書しますね。読書する？読書と勉強が結構、はい、勉強、そうですね、結構。起業家になりたいとか将来？あー、まあそういうところもあるですね、一応。本当ですか？いや、嘘です。嘘ですよね、はい、勉強とかはしないですね。だから本当に謎なんですよ、どんな人なのか。俺も知りたいぐらい。本当ですか？はい。趣味、趣味、趣味。いや、趣味とかないんですよね、あんまり。ない、はい、
歯磨き何分します？まあ10分ぐらいですか、ね、もう普通ですね。え、朝食よく食べるもの？パンっす。パン、はい。何塗るとか？あ、いや、もう菓子パン。あ、菓子パンをね。はい。え、じゃあ、あの、麺かお米派か、どっちかって言ったら、あ、どこですか？夜ご飯ですか？夜ご飯。夜ご飯は米っす。あ、お米、はい。え、昼ご飯だったら？米っす。これどっちも米なんです、はい、そうっすね、はい。じゃあ、あの、試合前に絶対これはするっていうルーティーン。前日ですか？うん。寝ます。あ、寝る。あ、言ってたね、はい、当日だったら。当日寝ます。寝るんだね。どっちにしても寝るってことですね、はいはい、がルーティーンなの。ルーティーン、ルーティーンでもない。そうっす。ルーティーンとか作んないタイプだ。あんまりないっすね、多分。あーね。じゃあお兄ちゃんとの一番の思い出、あのね、横浜FCで対戦もしましたけど。思い出か。一番との思い出、一番こうパッて浮かんでくる思い出、インドカボニフェイス選手と。パッと浮かんでくる思い出ないっすね。ないっすね。印象ないっす。ない、はい、印象がないっす。兄弟で印象がない。はい、さすがっすね、はい、じゃあもうなんか聞くこともなくなってきましたね、はい、じゃあゴール振り返っていきましょう。あ、もうっすか。もっと聞いてくれないっすか。いや、なんか全然答える気ないじゃないですか。けど、あれ、田野さんの SNS 見て、はい、あの髪、今の髪か坊主がいいかどっちかってやってた。ありましたね、はい、僕がアンケートをね、はいはい、僕が坊主がいいかロン毛がいいかってアンケート、はい、アンケート、それ見て、はい、自分どっち答えたと思います？ロン毛。いや、仕方しました。どっちも答えてないか。仕方しちゃいました、すみません。確かにね、見てる人の欄に、はい、チャーさんいたんですよ。あ、そこまで見てたんですか。押してないですね。ちゃんと見ますよ。あ、本当ですか。はい、で、その後も田野さんがゴール、はい、何点決めたかみたいな、はい、言ってたんですよ。0、はい、0、3、5でしたっけ。おお、よく覚えてる、はい、で、どこ押したと思います？ゼロでしょ。いや、押しませんでした。でしょうね。もうなんかもう最初の点で分かりますけど。はい、あ、その後のは覚えてます。あと何かありました。田野さんと一緒にキャンプ行きたい人みたいな。あ、はいはいはい。行きたいか行きたくないか、はいはい、金額次第かみたいな。はいはい、あれは、あ、あれは どうだと思います。行きたくない。あ、すいません、押しませんでした。あ、押してないですね。すだってもうそもそも話してなかったんですね。チャーさん謎のままですけど、これがチャーさんなのかな。まあそうです。はい、ということで熊本戦、はい、あれやばかったっすね。相手引きずりながら、はい、あの鈴木選手のパスを受けてドリブルでグイーって。あ、いや、西戸選手です。パスは鈴木さん、西戸さんね。はい、そうです。はい、すいません、西戸さん飛ばしてしまいました、はい、西戸さんからのパスを、はいはい、ドリブルで相手をもう引きずりながら、はい、強引さを見せつつも、はい、最後のところではクッとキックフェイントというか、あの切り返し入れて、はい、相手のまたおしゃれに狙って、はい、技術も見せるという、はい、ありがとうございます。どうでした、あのゴール振り返ってみて。いや、気持ちよかった。どれぐらい、どれぐらい。過去決めたゴールの中でベスト何に入ります。あ、いや、結構ベスト、もう一番ですね。あ、一番、はい、だってあれこそなんかチャーさんって感じのゴールでしたもんね。そうですね、はい、俺らがあの鹿児島で岐阜にいた時に、うわ、嫌なフォワードいるなっていう時のチャーさんでしたもん。本当ですか。はい、じゃあだから引き続きお願いします、また、はい、頑張ります。はい、じゃあゴール決めた時なんかしましょうか。あ、パフォーマンスありますよね。まあ、あれ一応去年はやってたんですけど、今年はちょっといつも同点ゴールとか、同点ゴールだったんで、あんまりね、そう、喜べない。まだまだ同点じゃないか、まだまだ 2-1 ですね、はい、2-1 だったんで負けてたんで、そうかそうか、まあ急いで戻るっていう感じだったんで、パフォーマンスはできなかった。じゃあ次の試合ゴール決めた時パフォーマンス期待しますか。はい、どんなのがいいですかね。どんなのがいいですか。え、好きな食べ物とかないですか。あ、乗り物ないっすね。乗り物ないっすね。じゃあ、あの行きたい場所とか。わ、ないっすね。ない、はい、海か山か。ないっす。ない、ないっす。海か山か、ない、ないっす。好きな人。わー、いないっすね。はい、いない、すいません。もう分かんないっす、僕。はい、はい、考えてみます。ということで、はい、はい、チャーさんにもう謎を秘めたままでいいと思うんで、はい、抽選を、はい、ちなみに、あの小学校ってどこですか。母校。あ、埼玉県の越谷市。あなたの母校に届けますってカードが入ってて。本当ですか。それ、そこを引けば母校届けてくれる。届きます、はい。本当ですか。じゃあお願いします、1枚いいけど、めっちゃ見てる見てる、めっちゃ見てる。あ、そういうやつじゃない。意外と見えるから。そういうやつじゃないですね。だったらもう大きくしてますね、穴を。あ、確かに、はい、だから見るなって。あ、すいませんでも引くからね。そのあなたの学校ってやつが硬いところはないですか。いや、若干硬いかな。いや、硬くはないです、一緒です。硬かったらちょっと問題です。はい、
おい、ちょ、おい、どこでしょ、こんな、はい、あぶねえ、ちょ、マジで力強い。あ、あ、引きました。さあ、発表お願いします。あなたの学校へ。いや、違いますね。え、愛田市立加茂小学校です。おめでとうございます。加茂小学校、ここにボールが届く、ボールが、はい、チャーさんのゴールのおかげで5球、はい、子供たちに届くんで、はい、じゃあその子供たちに、はい、あちらのカメラにメッセージをお願いします、はい、ボールが届くと思うんで、まあ、そのボールを使ってたくさん遊んだりサッカーして頑張ってください。コメントは真面目なんですね、結構。いや、そのやっぱりじゃない、オンとオフじゃないですか。じゃあ俺の時全部オフとか。あ、すいません、もうやめさせてもらおう。ありがとうございました。チャーさん、また頑張ってください。ありがとうございました。いいっすね、エンターテイナーですね、本当に。いやー、すいません、暑い中本当に皆さん。ただね、あと一人いるんですよね、鹿児島の星とも言える。お疲れ様です。こんにちは。どうぞどうぞ。さあ、来ていただきました。自己紹介お願いします。背番号14番の野崎平です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。野崎選手、お願いします。すごいね。いやいや、ちょっと太りました。いや、太ってないです。だってあんまスパン空いてないじゃないですか。あ、そっかそっかそっか、はい、太ったですか。うん、太ったと思う。嘘。ここがなんかね、ぽっちゃりしたような。おかしい。え、体重なんて。体重67とか。一緒だ、体重67。お兄ちゃんは分かんないっす。純也もっと重そうだ。いや、もっとある。74、5ありそうな感じだね。はい、何の話してるんですか。田野さんのせいです。すいません。じゃあ、ひろやくん。ひろやくんにの聞くこ、ひろやくんに聞くことはもうなんかなくなってきてるような感じるんだけど、ね、はい、あります、ちゃんと。ありますか。はい、昨日の夜ご飯何食べました。昨日の夜ですか。なんかささみ、鶏肉。ささみ食べてたの。鶏肉系、鶏肉を食ってましたね、とりあえず。え、それは何、体を意識してってこと。はい、と、まあ卵とか。え、何、食べたいもの食べるというよりは、どっちかって言ったらこうちゃんと運動後とか体にいいものを考えて食べる派。あ、そうですね。はあ、プロですね、すごいね。だから昨日はそんな味付けとかそんなせずに。え、自分で作ってんの。あ、そうですよ。家で。はい、まあ作るって言ってももう。でも調理はするわけでしょ。そうですね。お米炊いて。はい。偉い。え、じゃあ自分の得意料理というか。いやいや、ないです、全然。本当肉炒めるか魚焼くかぐらいなんで。すごいね。だからそんなにこだわった料理はできないですけど。あ、体のこと考えて栄養とってるって感じですね。え、その栄養っていうか取り方は栄養士さんとかに相談しながらみたいな。まあ、とか、まあ兄ちゃんにも聞いたり。おー、連絡取るの。はい。え、兄ちゃんにサッカーのことをこうプロになってから聞いたりする。いやー、あんまりない、聞かなくなったっすかね。でもさ、ボランチずっとやってて、去年ぐらいからサイドバックやりだして、兄ちゃんもサイドバックやってる。なんか聞いたりしたでしょ、最初の頃。そうですね、まあ、でもちょっとあの持ち味が違うというか。あ、ね、まあ、立ち位置とかそういう頭の整理の部分とかは話しますけど、あ、そういうなんかプレーに対してどうこうっていうのは確かにあんまり。兄ちゃんどっちかというと推進力タイプだよね。ヒラ、はいはい、作るタイプというか。最近めちゃくちゃいいんですよ、あのどの試合見ても。ありがとうございます。いや、本当にあのホームのさ、この間の大分戦の鈴木選手のクロスを三笘選手が決めたシーンあったでしょ、はい、あれも結局目立たないけど、ヒロヤがポストになって潰れて出してるじゃん、パス。ああいうシーンめっちゃ多いよね。そうですね、結構あの立ち位置がこう、どっちがこうなったりとか出てきたんで。そうそうそう、サイドバックでありながらやってることはボランチだもんね、って時もありますね。あ、はい、かと思えば、あの藤本選手はね、これも大分戦だったけど、スルーパス前半出して、あの相手にレッドカードを誘発させたプレーがあったけど、あのパスとかも絶妙なボールの回転と強さと。あれはもうのりさんと目合ってて、あそこのスペースをで、まあ、僕が入る形になって、まあ、前向いた瞬間やっぱのりさんの動き出しすごいんで、 ね、まあ、あとはこっちが合わせられるかっていう感じなんで、1本出せてよかったかなと思います。すごいよ、だってあれでまあ試合決まったみたいな感じだから、1本のパスで。やっぱサッカーってそんなもんだよね。いや、素晴らしい。はい、ちょうどチャイムが鳴ったところで、
ゴールの振り返り行こうと思うんですけど、はい、なかなか劇的同点弾を決めてるイメージがめちゃくちゃあるんですけど去年一昨年ぐらいから去年かね、あの相模原戦もそうでしたけど、そうですね、ダイレクト弾丸シュートで北九州戦も、はい、で今回の藤枝戦も同点ゴール、どうでしたあれ。いや、あれはもう一成君に感謝ですね。ああ、トネさんもうこうやって残してくれてね、頼む出してくれと思ったらもう足出してくれて、思ってたんだ、はい、もうちょっとごちゃごちゃしてたから、ああああ、うわどうかなと思って寄っていったら最後も足出してくれて、なんとか思いっきり蹴ったらちょうど、え、あのその決めた3ゴールともさ、あんまりもうなんかこう決めなきゃとかなんか考えてないでしょ。あんまり考えてないですね。そういう時の方がやっぱなんか入る気がしますね。なんか3点ともそうだもんね。はい、あんまりこう決めなきゃとか、あーゴール近いとか決めれるかもとかなんか思わずに自然体で打ったらそうだ、ね、すごいいいとこ飛んでくれて、いやー、同点ゴールも十分見飽きました。あ、そうですね、はい、今度は勝ち越しゴールとか、そうですね、先制ゴールを決めていただいて、ホームで決めてないんで、本当ヒーローのだけヒロヤみたいな、はい、絶対見たいなと思うんで頑張ってください。頑張ります。あと最近シュートチャンス来るもんね、1本もね、1本は絶対ね、はい、なんかこぼれてくるんで、まあ、この間ジェフ戦もあったしね。ジェフ戦なかったっす。なかったっす、すいません、間違えました、はい半分適当なんで、はい、すいません。大体ですか。はい、来てますね。いや、失礼です、そのこと言ったら。ああ、さすが、できた後輩ですね、はい、後輩でもないかもしれないけど、はい、ということで、じゃあ抽選やっていきましょう。はい、じゃあ、ひろやくんは一回まあ引いていただいてますけれども、あなたの母校を引きたいですね。あと9校、9枚入ってますね、あなたの母校に届けますが。さあ、引いていただきましょう。さあ、今回はお、末吉小学校、創志立末吉小学校、おめでとうございます。遠いですね。遠い遠い、でもその学校の子たちにこのエンブレムの入ったボールがあなたのゴールで届くわけだから、また応援しようと思ってくれるかもしれないんで、はい、あちらのカメラに子どもたちに向かってメッセージをお願いします。はい、僕のゴールであのサッカーボールが届くということなので、いっぱい遊んで、プロサッカー選手を目指してもらえる子どもたちが増えることを願ってます。素晴らしい、はい、ありがとうございます。さあ、ということで何かこう言い残しておきたいことあります？皆さんに。ないです。本当にいいですか？はい、いや、ひろやくんの応援も皆さんぜひよろしくお願いします、はい、さあ、ということで今回のね、最後は野崎ひろや選手とお送りさせていただきました。じゃあ最後、ひろや選手が何の、動物の真似をしているか、皆さんに当てていただいて、終わりにしていきたいと思います。それではお願いします。どうぞ。お、なんだなんだ、お、猫ですかね。 猫じゃないでしょ、絶対ゴリラでした。ありがとうございました。これカットでお願いします。本当にあ、煽りが、まだキープした、入っていく、もう宇野がやりきりました。抜き切って最後シュートを決めました。鹿児島1点返した。野家チャールズ、マサと強さを見せました。クロスが上がる、そのままゴールイン。なんとなんと、鹿児島ユナイテッド FC 終了間際土壇場で追いつきました。さあ、中にボールを送ってきて、こぼれている、最後シュートを打った、決めた。